皆さん、こんにちは。くまパン園芸アシスタントコビです。今日は、この、亀甲牛のね、植え替えをしてみようと思うんですが、もう随分植え替えていないので、ちょっとひどい状態ですね。いつものように、くまパン先生は、どこかに遊びに行ってしまったようなので、私、くまパン先生、留守の間に、ささっと植え替えをね、一人でしてしまおうと思います。それでは作業スタート。この苗はアフリカ亀甲牛です。こんな感じです。アフリカ亀甲牛は冬型なので、成長期の前、夏の終わりに植え替える予定でしたが、今年はね、9月になっても猛暑が続いていたので、植え替え時期を迷っていたら、なんともうこのように、あ、そーっとですが、つるがね、こんな感じです。もうつるがね、伸び始めてしまったので、急いで植え替えをしてみようと思います。もちろんね、真夏の休眠期は半日陰の風通しの良い場所で置いて、お水は控えて育てていました。この亀甲牛、今ブログシークレットガーデンで確認してみたら、とんでもないことに2015年に植え替えてからそのまま忘れていたというか、放置されていたことに気づきました。本当にごめんなさい。きっと根詰まり状態でしょうけど、今から鉢から取り出して植え替えてみます。ではちょっとやってみます。よいしょ。あ、さすがに水を抜いてたので抜けますね。こんな感じでそっと、こんな感じです。ちょっと下の方ちょっとパラパラパラ、あ、こんな方がよいしょ、こんな感じです。ではちょっと、この普通は鉢上げをした方が、あ、危ない危ない、苗を傷つけてしまう。普通は鉢上げした方がいいんですが、私は今回このままこの鉢に植え替え直そうと思います。ではちょっと鉢を洗ってきるので待っててください。まずはこのように鉢底石入れました。そして土ですが、私はね、多肉植物用の土、または盆栽用の土を使って植えています。盆栽用の土の場合は、マガンプ系などね、ほんの少し足してあげたりしてバランスをとっています。ちょっとこんな感じでサラサラっと入れて、ちょっと高さ見てみますね。これでこれで、お、引っ込みすぎている。もうちょっとですね、もう少し。いつもね、ちょっと低すぎちゃったりしているので、今回はね、見せ植えというんですか、ちょっと上気味に、あ、こんな感じだったらウォータースペースいいので、このぐらいの高さで植えてみます。このように土を入れていって、こうできれば苗を傷めないように、こう周りから割り箸で、いや竹串で、ちょっとこうやってね、土を詰めてあげるといいと思います。でトン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 って、まあ叩いて、で高さをこうやって見てあげてください。キュッキュッと押して。亀甲牛にはアフリカ亀甲牛とメキシコ亀甲牛がありますよね。メキシコ亀甲牛は成長期が違うので育て方に注意です。園芸ショップでね、普段流通して、私たちが買いやすいものはこちらのアフリカ亀甲牛が多いようです。この後ね、このね、つるがね、どんどん伸びてくると思います。これからの季節、どんどん伸ばしてグリーンの葉っぱも楽しませてくれると思うので、今から楽しみです。さて、支柱を立てて上に鶴を誘引するか、それとも小さなトレリスを置いて、その前でディスプレイ映えするように仕立てて這わせるか、そういうのを考えるのも結構楽しいですよね。ではこの動画が気に入っていただけたら、グッド&チャンネル登録もよろしくお願いします。あとブログやツイッターもやっているので、よろしかったらそちらもご覧ください。